僕らは愛知で始めた人からある程度年配の人まで出せるような背で、その中からいい愛を、その中のいい愛を釣っていくっていうのにある程度ちょっとこだわりがあるもんですからね。小さい魚あんまり釣っても、おお、やっぱりなんか反応あるぞ。今竿ちょっと立ち気味なの、若干立ち気味なのはなんかね、あんまり竿を寝かすと石にゴリゴリするんで少し立ち気味になってる。長良川とか石の大きい川ではあんまり寝かしすぎてもこう石に、水中で石でゴリゴリすっちゃうんで、まあ石にすらんくなるまで竿を立ててやる、あるいは竿を寝かしてやるっていうのが正解かもしれないですね。本当はこういう流針が一番いいのが出るはずだけど、まあ、苔の状態っていうのもあるもんでね、僕の割と深いいいところでかかっても小さめのやつがかかったりしたもんで、まあ川の状況にもよって、その時の一番苔のいい状態の苔のあるところに大きいのがつくもんでね、それが今は流針じゃないのかもわからないですね。結構今水中でゴリゴリ取ったもんで、竿立て気味にして、結構人が竿立て気味にしてグリグリしとったら結構強めのテンションにかかりましたね。大きそうじゃないですか、これ大きいの釣らんと平均サイズが上がっていかないんで、台はないですね、中台ギリあるぐらい、ないからですね、70グラムか80グラムギリギリぐらいですかね。コンディションは悪くないですね、聞いてもらうと。で、まあ、釣って一匹釣れたら釣れたって、まあそれでいいんですけど、本当にベテランなんて言ったら、釣った魚のこのコンディション、黄色いのかとか餌食っとるのかとか、そういうコンディションまで気にしだしたら、もっとポイントの精度が上がってくると思いますね。きっとさっきの下に釣ってても、まあ兄貴が最後2匹ボンボンで釣ったんでかかるでしょうけど、ちょっと形状を変えて、こういう全然ね、同じ筋だけど全然意味が違うと思うんですよね。こう向こうは単調な一本筋の一本背で、こっちはガタガタした変化のある背なんで、その同じ背と一くぐりせずにこう捉えた方がいいですよね。残り垢もびっしりあるし、竿も抜けそうだし、いいやつが入ってそうな感じはするんだけど、おっしゃ、そうじゃないです。ああいうのが多分サラバレ残ってるんで、割といいやつが入ってると思いますよね。ね、お、いいやつだ。メスの見てください。兄貴は多分朝一でこれ日陰になると思うんですよ。もう完全にペトラ沿いをパスしたんでね。意外に石が大きくてゴリゴリするんで、ちょっと立て気味で待ってやります。よし、できそうじゃないですか。あの皿、あ、そうでもないの。あんなもうギリギリの根っこでかかってあんまり大きくなかったですね。でもそれこそ僕の言うコンディションは別に悪くないですね。中ない、小ぐらい、小の中の中間ぐらいだけど、まあ餌もバクッと食っとるし、お腹パンパンになってるんでね、コンディションは悪くないですね。おとりには一番使いやすいぐらいね、17センチか8センチぐらい、ポンポンのメス。